ボリス・ディトリッヒ、ボリス・ディトリッヒは、オランダ・ユトリッヒと生まれの人権活動家、元政治家、作家。ディトリッヒは1994年から2006年まで D66 のメンバーとして国会議員を務めた。2003年には D66 の党首に上り詰めた。ディトリッヒはゲイであると公表した初の国会議員であり、国会でも LGBT の権利を取り上げた。 1994年には誰もが結婚できる権利、同性婚を提案し、長期にわたるキャンペーンを開始した。宗教グループからの猛烈な反対があったにも、かかわらず、オランダは、世界で初めて同性婚を認める国となった。2007年には、国際人権団体ヒューマンライツウォッチの LGBT の権利プログラムのアドボカシーディレクターに就任。 LGBT の権利を守るため、差別をなくすため、様々なレベルで活動している。今までの功績が評価され、数々の賞を受賞している。2006年には、オランダのベアトリクス女王から、ナイトの称号を授与された。作家として5冊の本を出版しており、最新のスリラー小説、WOLF は2016年のオランダ語スリラー、小説1位にも選ばれた。 ありがとうございます。